はい、シネマ女子ですね、第1回目ということで、今回ですね、旅動画というのを皆さんの方にご説明したいと思います。今回解説はですね、電報事務局長の、田村と申します。シネマ女子アシスタントのマナティです。はい、マナティよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回あれですね、マナティシネマ女子のアシスタントということで、はい、なんか門を叩いたというところでですね、はい、まあ初心者というか初めてね、こうやるというところなんですけども、どうですか、はい、抱負の方は。抱負ですか、もう初心者で甘ったれずにもうビシバシ自分で鞭を叩いて頑張っていこうと。なるほどね、はい、じゃあ基本 M ってことなんですね。おー、清水マナなんで SM 両方とも。清水 MS って MS になるんですねモビルスーツみたいですね。モビルスーツ、うん、ガンダムの、ガンダムの、うんうん、MS なんですよみんな。あ、ガンダムご覧になったことありますか？あります。ちょっとだけですけど。あ、誰が好きです？シャーと赤い彗星。そうですね、あと あのザクの豆腐が売られてて。売られてる売られてる、うん、もうなんか見た目も可愛いし、うん、なんか ちょっと気持ち悪いのと可愛いのが相まって、うん、そういうの好きなんですよね。そうだよね、ザク豆腐あったよね。そういうのありましたね。シネマ女子、はい、今回は旅動画ということで、まあ、iPhone を使って、まあ、こう旅動画を撮ろうと。まあ、最近よくね、皆さん旅とかね、女子会とかでよく温泉とか行かれたりします？行きます。あ、その時なんか誰かこう、はい、カメラマンというか撮ったりとかしますか？しますね。あ、やっぱ動画とか撮ります？私も撮りますし、友達に盗撮されてる時も結構あります。盗撮です。ちょっとね、盗撮で、ニューヨークシーンとか。あ、さすがそういう時もありますが。え、あるの？すげえ。ちょっとそういう野蛮な女子がいっぱいいるんですけど。あ、結構面白そうですね。そうですね、不意打ちで撮られるんですけど、そういうのが意外と。寝姿とか。そうですね。基本的にですね、ここ今写真って皆さん使ってますと思うんですけども、はい、ビデオ、もうビデオで説明します。はい、でビデオの説明なんですけども、例えば普通にこう持っちゃうと揺れません？こうやって揺れますね。これ動画プルプルしちゃう。こうやってプル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 、ザク豆腐みたいに息を吐きながらふーってやるんですけども、それでも辛いんですよね。はい、で揺れちゃうとやっぱうまくいかないんですよ。うん、で、まあ、ここでもポイントね、揺れは後で直すこともできるんです。できるんですけど、はい、まあ、できるだけない方がいいわけなんですよ。まず一つ目、はい、じゃーん、こんな感じでですね、ちょっとこう、はい、これ懐かしいですね。懐かしいですよね。懐かしいです。こういった三脚がありましてこの三脚にこうやってね、はい、えいと挟みます。そうするとこの三脚に挟んだ状態で、ちょっと不格好なんですけども、こういうふうにね、立てかけて撮ることができるという。で例えばね、この三脚スタンドの方向ね、絡ませたりとか、やりませんでした？こういうの。やりました。 iPhone のは初めて見ましたけど、高校生の時にデジタルカメラをつけるこの三脚があって、うんうんうん、修学旅行で天井のヘリの方につけた時に、はいはい、撮った瞬間にバンって落っこちて壊れるっていう。え、こうやってて、取り付けて。そうですね、こう絡ませて忍者みたいに。そうですね。これすごいじゃん。これニュートン力学全然無視してるよ。落ちるよこれ。当時の私はいけるかな。とデジカメが重かったじゃない。重かったんですかね。シネマ女子。このスタンド、はい、結構いかつい形で。いかついですけど、こんなんでも、はい、こういう風にですね、挟んでできちゃったりとかね、うん、するという。よくね、本読むんですよ。本を読む、うんうんうん、で寝ながら読むんですよ、うん、そうすると重いんですよね、重力で。こうやって、うん、で iPad だったらまだ下につけないんですけど、iPhone の場合下につけられないんで、こう寝てこうやって左重いなーって寝返るって、また逆ってやると、これすっごい便利だと思った。なるほど。もうこうやって寝ながらもうこうやってやれる、これすごい便利。それいいですね。うん、ずっとこれね1500円だった。お、そういいですね。しかも吸盤もついてる。これ。あ、そうなんですか。別に、うん、これと別についてる。別についてる。こうピタッとやって、ね、ピタッと上とか、これだったらね、落ちなくていいかもしれない。過去の私が知っている、ね。まあ、吸盤についてはちょっと2回目でまた、はい、やりたいと思うんですけども、はい、でこの iPhone の撮り方、撮影なんですけども、今ですね、これマナティに立ってもらってるんですけども、まずポイントとしてはですね、iPhone 縦に撮らないね。縦で撮影しない。えー、えー、
これはなぜかというと、ね、YouTube ってあの16対9のハイビジョン、まあ、テレビと同じですよね。横長じゃないですか、はい、あれ縦にしちゃうと縦長になっちゃうんで削られちゃうんですよ。なんで必ず横で撮る、もう横で撮るポイント、これもう絶対ですね。そして今ここの画面が出てるんですが、はい、これ通常にビデオでピッと押すとこのまま、ね、録音で録画が始まっちゃうんですが、例えばここね今ね画面タッチしますよ、タッチします、はい、こうやってタッチするとなんか出てきますよね、四角いこのなんかお日様マークみたいな。これ明るさをどう決めるかってことなんですよ。明るさで、明るさを決めるときにどこを基準としますかっていうので、例えば今ここ、はい、お腹のあたりやります。そうするとピントとこれが合いますよね。こんな感じでここの、まあ、お胸さんあたりのところを、お腹ですね、ところが基準となって明るさを出してるわけです、はい、じゃあちょっといいですか、今頭の上にここ光が今あってるんですけど、ここちょっとボタンじゃなくてタッチしますね、はい、そうすると今度は暗くなりましたよね。これは明るいところを基準にしてるから画面暗くしなきゃいけませんよっていうような、そういった形になります。じゃあ明るくしたらどうすればいいかって言ったら、今度画面の暗いところをタッチします。えい、そうすると、暗いからもうちょっと明るくしてよというような感じで自動的にこう iPhone が認識してですね、このような形で明るさを調整することができるといった、これね、あの覚えておくと便利な機能です。例えば太陽光がねさんさんと出てて明るすぎるなって言った場合に、暗くしたい場合はその明るい太陽のところをポチッとこうタップしてあげると画面が暗くなる。例えばもう暗い場所でなかなかこう夜店とかね、あ、夜店なかなかこう夜道とか縁日とか、まあこうねちょっと屋台とか出てるところで暗いなってた場合には、影のところですね、暗いところをポチッとこうしてあげると明るくなるといった、そういったような形になります。はい。